サイド中へ、ちょっとクリアが不十分になった。ここを狙ってシュート決めた。勝ち越しゴール藤本。アディショナルタイムで2対1。クリアミスを最後まで狙っていた背番号9番、頼れるエースストライカー藤本。これで2対1となりました。先制同点ゴール、そして勝ち越しゴールはこの背番号9番藤本。今のシーン、ファーサイドをヘディング、このクリアしたところ最後まで狙っていました藤本。冷静にゴール右に沈めて勝ち越し